料理は知識、経験、応用。ハイサイヒデマンです。さあやってきましたポーク缶チャレンジ。今日は3品目厚切りポークカツを作っていきたいと思います。これもですね、パン粉つけて揚げるだけなんでとっても簡単ではあるんですけども、ちょっと作っていきたいと思います。まあです、今回もやはり厚切りでいきたいと思います。これぐらいですね。はい、じゃあカットしたらこれをですね、小麦粉、卵、パン粉につけてあげたいと思います。まずは小麦粉をつけまして、まんべんなくですね、小麦粉、パン粉、あ、こっちはだ、小麦粉、卵にくぐらして、パン粉をまぶしたらもうすぐ揚げます。で、揚げてる間にソースを作りたいと思います。ソースね、ちょっと迷ったんですけど、今日はカレーマヨネーズにしようかなと思います。マヨネーズにカレー粉を入れて、カレー味のマヨネーズで、ここでちょっと隠し味でニンニクを入れたいと思います。美味しい。で、あとは揚がるのを待ちます。いい感じに揚がったかな。じゃあこれをちょっと油を切ります。はい、じゃあ油が切れたところでカットしていきます。さあ、まあ、断面はですね、別にそんなに見た目変わらないんですよ。まあ、あっという間にできました。じゃあこれ盛り付けます。盛り付けといっても、ただ棚に盛るだけなんで、なんかちょっとおしゃれに盛る方法ないかな。はい、ソースをこの辺に垂らして、はい、完成はこんな感じです。ちょっと盛り付けは寂しいですが、切って衣をつけて揚げるだけでとっても簡単にできました。じゃあいただいてみましょう。じゃあちょっと分厚いんでフォークとナイフでいただきます。うまい。いや、うまい。いや、うまいですね。うん、カレーマヨネーズも相性めちゃめちゃいいです。じゃあこれはですね、もうビールが絶対合うんで、ちょっとビールいただきたいと思います。いや、このね、パン粉がサクッとしてて、でも中は、まあ、ポークだからというかジューシーなんですよ。これ美味しいな。で、これもうお酒のつまみでも子供のおやつでもいけると思います。ポークカットして衣をつけて揚げるだけなので、ぜひ真似してみてください。じゃあ次の動画でまた会いましょう。